取りたくなくてここはねあなたのセルフマネジメントの場じゃないんですよ月5万で人生変わるんですかその信念が見えてこないとマジ出しどころがないんでめり込まれてないよ頭ぶっ壊れてるんですかそもそもですよそのやりたいことに向かってくにあたってちゃんと儲かる事業なんですかこれは何人ぐらいの生徒さんがいたらプラスになって、えー、何人いたら月50万円の利益が出るんですかえーと このセルフマネージメントの授業に関しては、まあ、5,000円から2万円というふうに書かせていただいていてだいぶ広いですね <laughs> 5,000円から2万円あ回数とかであ回数というか、えー、とあんまりその中高生からあんまり取りたくなくてああじゃあ一旦答えとしては、はい、5,000円5,000円、はい、じゃあ何人いると ここはねあなたのセルフマネジメントの場じゃないんですよあ,あなた講師ですよね <laughs> はい講師です <laughs> ここであなたのね人生を見つめ直す時間じゃないと思うんですよねあ,あの逆の立場になってるの気付いてますはい だってあなた全然やりたいこととやってること違うじゃないですかそれをここで指摘されて今見つめ直してんの自分ですよね <laughs> いや、まあ、聞いちゃったのも悪いですけどね5 0円もらっていいですかねとりあえず <laughs> <laughs> っていう話になっちゃうんですよつまりあなたがマネジメントできてないのになんで生徒をマネジメントできるのかって思っちゃいますよねこれ見てる方々は<で>中高生からあんまり取りたくないんですよねの発言の真意を教えてくださいもう全然わかんないですごめんなさいえっ、ー、と いや自分中高生からあんまり取りたくないというかそこになんかお金最初から思ってたんですけどお金を出す人がどれぐらいいるのかなっていうマーケティングが分からなかったので、えー、と最初は、えー、と1万円から5万円まで差を向けてたんですね学習塾の塾費用にオプションみたいな感じで,てんです。すすすすすかかあんんんた人生変えるるででよはいいい万円なんですかいや安すぎると思いますえじゃあなんで1万円って勝手に決めたんですか1万円か5万円って。 人生変えたいんですよねえ、あなたのサービスって5万円なんですか ?5 万円ぐらいかなと思ってました。そんなんじゃ分ける必要なくないすですか月,月,月5万でしょ月5万で人生変わるですかその程度ですかいや、そんなんね。何も変わらないでしょ分かります自分で出すサービスの価値が分かってもないし、出す自信もないじゃないですか。 月100万取りなさいよ自信があるんだったら、はい、払う人いくらでもいるでしょうよ人生変わるっていうんだったらそういうことなのが分かんないですかマネジメントってそういうことだと思いますよコンサルティングって金金額つかないんですよだってどれぐらい伸びるか分かんないんだから事、はい、業だって会社同士のコンサルティングだって値段なんてあってないようなもんじゃないですかそうですねやっぱ大塚さんのマネジメントの事業になってますね <laughs> 俺がやる <laughs> 俺が市川でやるでもね、今の言われて、うーんってなっちゃうと、僕は変なのし、塾もわかんないし、もう大塚さんのやりたいこととか、その信念にかけてお金積むしかないんですよ。でも、その信念が見えてこないと、マジ出しどころがないんで、本当頑張ってください。はい。はい、ありがとうございます。100万、確かに大学生とか、 います60万100万の,その自己分析に出資出しますみたいな人いるんですけどそこまでの価値があるって思って価値がないって思ってるわけじゃないんですけどやっぱりその。 えとそうやって悩んでる層っていうのがそんなにお金出せるのかなっていうところは正直持っていて、うん、高校生ぐらいだったらそれぐらいがいいのかなっていうふうに思ったっていうのがあの最初の値段設定の金額になりますなので大学生ははももっっっっとと取ってもいいってててい私個人としては思ってます月100万って言ったのはあおりで、はい、要するにいいんですよ価格帯っていうものは適正であるべきだと思うんですけどそう言われた時にだったら僕個人だったら月100万で。 バチバチについて、その子の人生変える自信ありますみたいな返答が欲しかったんですよ。あなるほど。わかります。はい。だから、それはもちろん、自分が避ける時間次第だけども、百、はい、万もらったり、百万分のサービスをする自信があるっていう。はい つまり、もう上限が決まってんのかなって思っちゃうんですよね。あ上限は決まってなくて、あもう本当にその子の人生を変えるためだったら、自分ができる限りのことは全て費やすつもりではあります。なんですもちろん100万積まれたら100万分の価値は提供するつもりですし、だから50万だから提供しないっわけではないですよ。うん、っていう心積もりでいます。その自分の理念とかって何かあるんですかビジョン的な。理念は、やっぱりその子のは、その鬱になりやすそうな。<laughs> 人の孤独を救いたいっていうのが、私のもう確固たる理念ですね。はい、ごめんね。はい、えっと、この五人の学年の内訳を教えてください。えっと、今、小学校六年生と中学校三年生が四人です。うん。で、この四人は。は四人で集団授業やってるんですか。それとも個別指導ですか。えっと、頭プラスを使って、で、わからない部分は個別指導してます。ということは個別ですよね。はい。じゃ、このマネジメント教育は。はい。 一対一でやるんですか一対複数でやるんですか？一対複数でやります。その複数の数によって料金違ったりします？あ、複数の数、あ、そう何人かによってどうですか？<う>いや、あの変わらないです。え、はい、その辺が練り込まれてないよね。こんな大事なことなのに、はい、じゃあ親の立場になったら、じゃあこのマネジメント教育を先生と自分の息子がマンツーでやってくれて月に二万円なのか。 それが3対1だったら7000円なのかとかっていうところがここには何にも書いてないからもし僕が親だったらこれど,どんんなななことなのか分かんないっすよ、うん、まだ全然ね寝れてないっていうか,ううかやってないんだろうなって感じます、ね、本当にあの塾始めて半年経ってこのレベルのことでは先行きがものすごく心配。 今、自分でね、この塾の経営状況がやばいと思ってるじゃないですか。やばいと思ってます。っていう、もう苦肉のここに一発逆転できちゃったっていう感じ、<の>何もできてないけど、いや、せめて昨日もうちょっと準備してこいよ、そのプランぐらいって思います逆境、逆境と捉えてる感じが出ちゃってますね、その先行き不安みたいなのが。 それが、要は、取らられたら塾って負けなんですよぶっちゃけ僕らも、ちょっとコンテンツとして、まだあの完成してない時ってあるんですよ。はい、まだその1年目のやっぱプログラムだったりとか。けど、それも、あたかももう自分が10年やってきたかのように売り出すことっていうのが、それは保護者に対する信頼であり、要は僕らの他でやってきた実績を担保してあげることが、向こうがお金を払うことの、要はリスクを肩代わりしてあげることになるんですよ。こんななに不安そうな先生 だとお金払ってってて損した普通にあのそうですあの自信ない人にお金は確かに払いいらもっと自信を持ってあのこうなんですっていうことこういうことやるんですっていうことはあの伝えなきゃいけないなっていうのをすごい今思いました。 いやいやいや細井さんのせいで自信なくなって言たいやけどまあまあもう簡単に言うと解決策教えますと簡単なやつ<お>とりあえず、えっと、市川にある学習塾がたくさんあると思うんですけどたくさんありますそこにとりあえず自分のできることをマネジメントで、はい、こういう生徒さんにこういうことができてこういう結果が出ますっていうことを分かりやすいビラにして全部営業を回ったらいいと思います。あその塾塾にに対対して絶対塾に行くと 50人生徒がいたら多分5人から10人ぐらいなんか来なくなることがいるんですよあとはなんか家とのなんか不調和でなんか生徒がちょっとしょぼんてしてるとかでそういうのって塾長全員見きれないんでサポートしてほしい時あるんですよだからそういうところにニーズが落ちてるしもう生徒がいるところに行けば当たり前で困ってる人もうまくいってる人もいるわけじゃないですかあなたのニーズはそこにあるんじゃないですか 分かります、はい、各塾のフランチャイズでもいいんですけど、はい、塾長が手に負えない要は全然来てくれないお子さんとか、うんうん、あとは休会してて要はこのまま月謝途切れちゃうんじゃないかって思ってるお子さんとかっていうことなんじゃないですか。うんうん、それをやったんですかていうね <laughs> 頭ぶっ壊れてるんですかーっていう話なんですよね。 まあでもそういう感じで逆に細井先生のところで使ってもらえないですかだからそれ使ってもらえるんだったら逆にお金出してもいいですけど、ね。いやだからどんぐらい実力あるのかわかんないでしょねルンピニースタジアムでどうのこうのしてるようなね、あの安藤社長とは違うんですよ。ねえ、優勝した実績とかがないわけじゃないですか。だから,らで、でもでもかその細井先生のところ買わない商品を他の市川の塾に売る っっていううのも、まあ、それちょっと違う気がするんでなんでなかやっぱりその僕らって高価格帯じゃないですか,か医学部受験なんでやっぱりそのある程度やっぱりその実力のある先生とか粘り強いと思うんですようん、うん、結局彼らが例えば地元のフランチャイズの塾とかって価格設定安いですから彼も売りやすいと思うんですよ一、ね、回5000円とかでいいわけじゃないですか<ー>、うん、だから彼からしたら多分いきなりこういうハイソな方々がまあ入ってくださってる塾よりも多分地元の地場が効いてる塾の方がいいんじゃないかなでそこで実績つけてハイソな塾に高く売るってことですね まあそうです要はそこでちゃんとコンテンツを練らないとだって何なのっていうパッケージがないじゃないですか今ありがとうございますすごいもうそうやって売りそれでちょっと満足そうな顔するのやめてもらっていいですか全員に5000円払ってもらっていいですか